You're listening to 83.7 FM Totsuka. Stay tuned.歌を歌ったり、そして曲を作ったりしております。花と音楽をテーマに活動させていただいております。テラキッズヤッピー代表の志田です。今日、毎年去年からですね、こちら竹灯籠でお店を出店させていただいてまして、子供が主体となって、駄菓子屋さんとおもちゃ屋さんやっております。今日もたくさんお客さんに来ていただいてありがたいです。ぜひぜひ見かけたら来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。はい、まずはですね、平尾会長からインタビューさせていただきたいんですけど、はい、自己紹介からお願いいたします。はい、肩書きは何を言えばいいんだろう。竹道路実行委員会の事務局長です。並びに戸塚第三地区、社会福祉協議会会長です。そうなんですね。いろんなことやってるのに何やらないのかな。会長が、今日は竹道路の開催するにあたっての思いとか今日の気持ちみたいなのありますか。もうね、何やともあれ天気でよかった。昨日だから今少し怪しくなってきたけど、まあなんとかね7時ぐらいまで持ってくれていいと思ってますね。本当ですね、よかったです晴れてね。昨日はとにかくイベントっていうのは何やっても晴れが一番ですから。本当ですね、いいお天気で開催できてよかったです。ありがとうございます。この後ねメインのイベントが始まるのでね、また忙しく並んでるかもしれないですね。はい、ありがとうございます、竹道路郵便事務局で、野生電気本屋会の会長をしてます、ラッキーです。はい、よろしくお願いします、はい、FM トツカのパーソナリティ弥生さんも、ね、お友達だっていう話を個人的に聞いていて、はい、弥生さんも来てくれて、同じように取材を受けたことが何年か前にありますね。あ、そうなんですね、はい、お会いできるのはすごい楽しみにしていました。ありがとうございます。会長さんではない、この会の会長さんではない、事務局です。事務会の会長が加藤会長。そうなんですね。吉野さんはどういった効果変わりかというか、私が初回竹道路1回目の時にちょうど PTA の会長をしていて、矢部小学校の、でそこでやるよっていうことでお手伝いをして、でその時は学校主体だったんですけど、その次の年から私たち公園愛護会の方が引き取って、そこから私たちがやり始めて13回ですかね、はい、関わらせていただいてます。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうその時から長く携わってそうですね、はい、どうですか今日、今の気持ちというか、今回はもう長く続くイベントだと思うんですけど、はい、一番初めの時は関わる方も少なくて、でその中でいろんな学校とか小学校、中学校、あと今は高校さんだったりとかっていうところにお声をかけて、こんだけ、ね、今日来てもらって分かるかと思うんですけど、すごく盛大になっているので、そうやってこう周りの人に竹道路の夢っていうのがこう知れ渡って、すごく嬉しいなと思っていて、これからもどんどん広がっていくといいなというふうには思ってます。素敵ですね、ありがとうございます。私は竹灯籠の実行委員長と踊り場町内会の会長と、それからあと踊り場連合の副会長で、また防災委員長もやってます。すごいですね、いろいろ皆さんやられてるんですね。それでね、この今日のね竹灯籠にあたってはもう本当にみんな実行委員の皆さんが頑張っていただいて、今日の死を迎えられたと。でまたあちらに竹灯籠飾ってくれたのはですね、戸塚中学校のねボランティアの生徒さんが一生懸命やっていただきました。で、だからそういう学生っていうかね、学校の生徒がこういうものに輪にまで入ってもらえたっていうのは非常に嬉しいです。そうですね、なんか
子供さんたちが結構生き生きしてる場でね、楽しそうですよね。だから横浜市の、ね、市の青少年育成のためのそういう集い、言い換えれば竹灯籠はその集いの一環に入ってる、そういう流れの中で、ね、またちょっと夏とは違ったこの秋の時期にやるというのもね、この竹灯籠ならではのイベントという感じがしますね。ね、今日はちょっと楽しんでくださいね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、すごい。絶対綺麗ですね。ですね。あ、すごい。一個一個ちゃんとペイントをしてあるんですね。かわいい。すごい。ですね。絵になるんじゃないかと思います。楽しみに。はい。はい。You're listening to 83.7 FM Totsuka. Stay tuned.